このやるならこの鉄人みたいに、完全に、いや、共同体の話の理解とかって結構難しいんです難しいよ。ですね。で、いっぱい、これ2回目なんですけど、私読んだの。やっぱりなんか、また途中から、第2章ぐらいまででもう結構お腹いっぱいで、今のとこも整理するのにこれ何日かかるんだろうみたいな。そうか、確かに。そうで、ですね。最近なんか自分が怒ると、なんか今自分はなんか目的があったのかな、いや、そんなこともないような気もするし、みたいな。ああ、でもなんか私、そうやって目的があったのかなっていうので、なんかもう、その本としてはもう素晴らしい気がしますよね。ねえ、影響力があるというか。いやー、で、タイトル、これ結構難しいじゃないですか。難しいっていうのは、まあこれ本の中に出てくる一コマですよね。嫌われる勇気。で、なんかここだけちょっと見ちゃうと、なんか幸せに自由に生きるには嫌われる勇気を持つことが必要なんだみたいな解釈にもちょっとできるような気がして、まあこのアドラーの思想を全部ひっくるめて、もし要約するとそういうことなのかもしれないんですけど、なんかこの一言だけ受け取って、1個か2個だけちょっと例えばやるとですよ、実践で。なんかパーソナリティの一貫性みたいなのがなんかちょっと崩れるような気もちょっとしちゃってて、どういうこと？普段こんな人だったっけな、この人みたいな。ああ、なるほど。そうそうそう。いきなり、何がいいんだろうな。例えば褒めない、叱らないみたいなのを、例えば毎日のようにそういうふうに生きてる人が、急にある日、なんかリアクションがなかったら、この子、元気ないのかな、今日みたいああ、なるほど。確かにな、そうか。な。なるほどな。まあ、でも、嫌われる勇気じゃないけど、そういうふうに思われることを気にしないっていうのは、人といますよね。そういうことですよね。それはなぜ気にしないのかというと、他人との競争とか他人が何が言うかは関係がないからっていう。しかも、ある人の物差しで測ったいいものを得ようとするというか、そこに向かおうとすると、他の別の人の物差しで測った時には悪くなっちゃったりとかして、がんじがらめになっちゃうんで、そうじゃなくて自分の物差しを持とうっていう、なんかすごくシンプルに言うとそういうことだろうなっていう気がしそうですますね。ね。社会の中とちょっと違いますよね。だから考え方がね。会社にいるとそれはあれだよね、なんか上司の物差しとか、とか会社の物差しと会か社の物ね。差しとか。だからちょっとそこは確かにバランスはなんかとってもいいような気はしますけどね。そうですよね。いや、私は完全にこの青年と同じ暮らししてますから、青年と同もじ暮らしってどんな暮らしだっけ？う、この方が中で出てくる、この競争社会で他人と競争しながら、人に褒めてもらうと嬉しくて、みたいな。ゆきさんそんな生活してんの？僕、普段はそうですよ。あ、そっか。普段は、なんかこの青年の自分と似てるなと思いながら、あ、そうかそうか。まあまあ、でもね、褒められたら嬉しいですけどね、それはね。だから鉄人すげえなと思って、ね、ちょっと待ってね。あと、最初の坊主の話で、あれ？おそう前だ、のつな顔がってた。お前の顔を気にしてるのはお前だけという描写があって、それはちょっと待って。嫌われる勇気の中にそんなこと書いてあるの？そう書いてあります、これ。お、マジか。しかもタイトルというか、ここに。あ、本当？ それだ、じゃあ、まさに。そう、対人関係の競争が顔を気にさせると。ほどな、もう、恥ずかしいな、そんなこと言われると。いやいや、これ普通気に、こんさ、本当に自分の顔をそんなに気にしてない人ってたくさんいらっしゃるのかな。どうなんだろうね。だって表に出る仕事だからね。まあまあね、まあね。一定気にしてた方がいいと思うけど、誰だっけな、美輪明宏さんも同じことをなんかおっしゃってて、お前の顔を気にしてるのはお前だけだぞっていう。世間はあなたにそんなに注目してませんっていう。本当そうだよね。でも実際本当そうなんだよね。実際本当そう。例えば人前に出て緊張するとかって、自分が注目されてる。で、その時は、
それはあなたに注目するような空間と時間の作り方だから注目するけど、うん、あなた自身には注目してないんですよね。なるほど。話す内容と時間でそうだね。もう悲観にしようかな、また。なんでなるほどになっちゃう。いや、劇薬ですよ。こんな不思議な話をする人、久しぶりに会いました、私。でもさ、それがベストセラーってまた面白いよ、ね。いや、本当だよね。あの、私ね、いつも本買うときって、Amazon とか、PayPay モールとかで買うんだけど、うん、レビュー読んだりするじゃん。うん、まあ、ちょっとこれもね、いや読みませんって言われたら話終わっちゃうんだけどさ、読みますあの一応お金払うからさ、新しいもの買うとき、うん、一応他人、まあ、こう他人の評価気になるじゃん、うんうんうん、嫌われる勇気ってめちゃくちゃレビューの数多いのよ、はあはあ、でただ普段は絶対読むんだけど、はあ、読んでないの。なんで？でまだちょっと読みたくなくて。どういうこと？なんでかっていうと、自分の中でこの本へのレビューと評価が不明なのよ、私の中で。これあ、そうなんだ。なんかね、1とも取れるし、大変失礼ながらね、これは、うん、あのそのこの青年、この青年だって今怒ってて、多分ずっと1だからさ、レビューこの青年、うん、確かに確かに今も私そういう状態ですよ。そうか。で5っていう気持ちも分かるし、うん、で感想はって言われて、うん、なんか書けるような気もするし、書いてるとうわ全部これじゃあでも鉄人の思うままじゃないかみたいな風な気持ちになって、もう一回全部書き直そうみたいな。あ、だから自分の考えとかレビューが決まらないうちに、あんまり他人の意見読むとなんか自分の考えまとまんなくなるような気がして。本当に青年みたいだね。そう、いやめっちゃこれ、この青年私よ。あー、でもそしたらいい本な気がするけど、そうでもないんだね。またなんか難しいね。本当こんな顔してるよ。いいよ。遠くを見てぼーっとしてますよ。え、ゆきさん、でもコーチングを勉強したりとか、コーチングの本を読んだときに、はいはいはい、なんかコーチングはアドバイスをしないんですとか、なんかまあよく言ったりするじゃないですか。それってピンときてましたか？ピンと？と、あ、というのが、私はなんか、うん、その嫌われる勇気を読んだ時にすごく嬉しかったのは、うん、今までなんかちょっともやっとして、なんか腑に落ちてなかったようなことがストーンと腑に落ちるような感覚があって、あ、そうか、だからコーチングではこうなんだ。まあ、アドラー心理学イコールコーチングではないですけど、あの、ね、よく引き合いに出されますよね、うんうんうん、話の内容が近いから。そう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 、うん、ね、でそれがこうコーチングを一生懸命勉強して実践してやってる中で、なんか自分の中でこう、あ、なんか違うんだよなとか、これって俺がやってるのってなんか自分でやってるけど腑に落ちてなかったりとか、うん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 、そういうところが、あ、根底の考え方ってこういう考え方だからこう現れるんだみたいなのが、なんかこうすごく、なるほどなるほど、ストンと落ちて。でちょっとだけ具体的に言うと、うんうん、それこそコーチングで褒めない叱らないとか言った時に、褒めるとか叱るっていうのはコーチの価値観で、いいと思ったらいいねっていうし、それダメだよっていうのは、ダメってコーチの価値観でダメだよって言ってるわけなんで、うん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 、価値観は相手にドーンとぶつけてることになるから、だからそうじゃないよね、だから褒めない叱らないだよねとか言われると、なんか褒めない叱らないってだけ言うと、なんだそれすごい過激な教育方針みたいな感じがするけど、あ、単純に自分の価値観を押し付けないようにねっていうだけの話だなと思うと、すごく分かりやすいし、実践もすごくしやすくなってとか、なるほどなるほど、っていう感覚がすごく強かったなっていう気がします。なるほどなるほどなるほど。あ、私の場合は、そのコーチングというものの起源が、もともとそのアドラーの流のコーチングの流派もあるんで、まあ、そこはちょっと私分かってないですけど、まあ、いろいろありますもんね、これ。もともとまとまってきたのが、その偉大な選手を育てる監督であるとか、マネージャーであるとか、あとその他結果をよくこう残した会社の経営者の方がどんな対応を取ってるかっていう、こうエッセンスをこう要約して
できたそのコーチング理論みたいなのもあって、でそういう方々がこう使ってきた技術が、まあ、一応体系化されたものがあのコーチングのコミュニケーション技法、まあ、教育法であるとでなった時に、なんか私はその型ではないから、うん、その方法を全部真似るとじゃあ自分にとってあの自分がとある人と接する時の教育方法にとってベストかっていうとなんか私はそうじゃないような気がしてたので、あ、こういう目的で例えば叱らないその価値観のねことも理解した上で、であえて褒める、あえてアドバイスする、あえてなんか叱る、なんかそれはシチュエーションってやっぱり一人一人違うので時間制限があったりとか、本人のタイミングによってはそういうことをしてあげた方がいいケースも絶対あるとは思ってるから、なんかそれで使い分けてるって感じかなって思いましたね。あ、それはもうまさにそうで、しかも、うん、特に語学コーチングだと、うん、語学の専門家としてのそのコーチの価値観を知りたいっていう人がいくらでもいて、うん、なんでそこはもうゆきさんが私めちゃくちゃ大賛成で、うん、ただ自分は今どういうモードで語学コーチとしての価値観を相手に伝えてるんだっていうことを意識的にやるっていうことがすごく大事だと思います、うんうんうん、そういうことですよね。モードを決めてね、うんうん、だから引き出しが多くなるとうまくいくケースが増えますよね。めちゃくちゃそう思いますね。そうそう、まあ、なんか本当にオールティーチング形式でうまくいくケースだって当然あると思うし、そう思います、そう思います。これは続きが必要だな。この承認欲求の否定とか難しいよね。考え方は、ね、考え方は理解できるけど、ね、ちゃんとアドラーも常識へのアンチテーゼって言ってるもんね。うんうんうん、うわすごいよこれ。これ1年勉強したら人間変わるよ、あ、そう思う、うん、変わりたければっていう感じだけど、うん、そう思う。これはそれぐらいのパワーがあると思う。あと人によってはめちゃくちゃ生きやすくなるよね。かもしれない、あの人によっては、うん、嫌われたくなく生きてる人もいると思うからあの多少不自由でもあ、 そうね、そういう人が無理してやっちゃうと何その YouTube とかあの芸能人の方とかもさ、いろいろ人からコメントもらって他人の価値観もらってね、いい悪いの気にしなくて生きていける人と、気になりすぎてね前に進めなくなっちゃう人もいらっしゃるから。いやそりゃそうだよね。この鉄人のハート超強いからさこの人こういう人はいいかもしんないけど、そうだよね、そうだよね、これを耐える、人間なのかっていうのもなんかちょっと、いやこれでもねちょっと こういう世界があったら面白いなと思ったのが、一回実験でこの完璧にこのアドラーの心理学を整理して体現してる人間が30人ぐらい人間を教育して、その人たちがどういうふうに育つのかっていうのはちょっと見たい。確かにね、これね幼少期からやんないと本家にならないから。ああそうだね、うん、あのあれだよね、ちょっと極端な例で、うん、過激派を作るみたいなイメージだよね。そう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 、あのこの青年タイプはほっとけば全員基本的にこっちに行くから、ああのでそれで大人になってから、いや他人と比較するのってそうじゃないなっていうのを、うん、まあ、少しずつね気づいたりとか、うん、あそうだなって理解しながら入れていくと思うんだけど、完全にはできないと思うんだよね、うん、しかもさ、そうなんだよね、なんかさそれこそちっちゃい頃って親の価値観にそぐわないことをすると生命の危機があるから、うん、あそうそう、そうだから親の価値観に最初は合わせに行くもんね。うん、しやっぱそれが喜びだからね、子供のね、あの 2,3 歳の時はさ意思はあるけど、その自由に行きたいみたいなところに対するそのなんていうのかな、その方法っていうか、その生き方の自由までは求めてないだね、子供たち。そう見せないと親に好かれないからじゃない。本当？でそうしないとだって自分じゃ生きていけないからっていう可能性があるなとは思う。いやちょっと本当ねこれ常識の上から毎回話が来るから毎回ちょっと時間かかるんだよね理解。いやわかるわかるわかる、そうだよね、すごいなんか頭がさ
なんかグワン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 。本当俺この青年がさ、何回もあなたは奇弁かだ奇弁だって言って、もう本当この鉄人むちゃくちゃいいよってみたいな。僕も本当すごい言ってるそれは。面白い、うん。そういう意味でいい本だよね。ねえ。いやこのさ、青年が自分でなんか認めたくないみたいなのもあるのよ。あ、わかる。うん、この鉄人が言ってることを。ゆきさんがさっきレビュー書いて、うん、よく理解したって言ってレビュー書いてる途中で、これじゃ鉄人の言いなりじゃないかって思うって言ったらまさにそんな感じするよね。なんかコントロールされたみたいな。そうだよね、そうだね、うん、言いくるめられたみたいなね。そう。え、次郎さんこの続きは読んだの？読んだ読んだ読んだ。え、話の紹介できる？嘘でもちょっとね、うん、どっちに何書いてあったかなっていうのがちょっと正直そうだよね。本お持ち？持ってる。もし読んでたらちょっと次回これの続きでもいいし、いいよいいよ、うんうん、幸せになる勇気の話とかしたいかも。確かにもう何回かやりましょうこれ、うんうんうん、私も議論重ねないと、うん、やっぱまだなんか奇弁っぽいもんな。でもなんかね、それ複数回読んでそう感じてるっていうことは今じゃないのかもとも思う、うん、マジでマジで。タイミングあるんですかこれ。あると思うよ。いやいやって食いついてるから関心が高いのかなと思って。あ、そうかそうか、それもあるかもしれない。そうだね、そうだね。読み、まあ、またまたこんなこと言ってって読まないね、なんか選択肢もあると思うんだけど、うん、確かに。でも気になってまた読んでるんだもんね。そう、なんかね、何年ぐらい前かな、5年もっと前だ。いつ出たんだっけこの本。わかんない、いつだろう、ごめん。2013年って書いてある。2013年か。僕ね覚えてる、2015年ぐらいに読んだのこの本、うんうんうん、で全く理解できなくて、うん、まあ、言ってることはわかるけどそうじゃねえみたいな。はい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 。でまた何年後かに読もうと思って今読んで、あんまり進歩がなかった。でもゆきさんなんかいいよね、そうやってさ読んでさそうじゃないってさ思えるって。いやこれはだってみんな思う、だって成人も青年もめっちゃ言ってるやん。そうだ、まあ、そうだけどさ、うん、そうだけどそれってね、その本の構成としては青年が食いついて鉄人がそれに対して答えたから読者としてはそれで理解ができるっていう構成にはなってるじゃん。そう、でもそれを読んでもなおそうじゃないって言ってるって相当なんか強い、なんだろう、軸を感じる。多分ね分かってないだけだと思う。あ、本当に。そうなんかな。いやこのさ、青年が分かりましたっていうところで、うん、ちょっと待って、まだ追いついてないぞ自分みたいな。青年 B が必要なんだね。そう、もっともっと悪質な噛みつき。悪質ってことはないよ。悪質な噛みつき方する人みたいな。いやでも真面目な話さ、そのね、さっきからちょっと本の構成の話ばっかり言ってあれなんだけど、うんうんうん、語学のテキストとかもさ、そういう構成めっちゃいいと思ってて、うん、おー、うん、なんかいやいや分かりませんよそんな説明じゃって言って、うん、もう一回ちょっと説明してくれるみたいなさ、うんうんうん、なんかそういう構成いいよなとか、すごい、うんうん、あんまりそういうタイプの本ないよね。あんまりないよね。ない。そう、だからどうしてもね、こういう心理学とか違うのが、語学が一個一個のその細分化された知識の集まりの中で概念を理解するってことが少ないからじゃないかな。ああ、そういうことか。でもなんか単純に、うん、それだったらさっきのこれと矛盾しませんかとかさ、なんか英語の勉強とかしてても思う、うんうんうん、あるある、全然いっぱいあるいっぱいある、うん、単純にね、仮定法で I はってなんではって言うんですかとか、 was じゃないんすかとか、例えばだけど、そう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 、なんかそういうちょっとハテナが浮かぶようなこととかをね、うん、そう、なんか答えてくれたら、うん、語学はさ、自分の結論だけど 95% ぐらい文法ってガチガチなんだけど、うん、5% ぐらいふわふわってしてるんだよね。あ、いやそうだよね、そうだよね、そう、分かる分かる、自由が利くの、うん、そう、なんかさ、数えられないものには S つかないとか言うけど、うん、嘘嘘で、俺アメリカ行った時本当に本気出せば何でも数えられるんだって知ったの。本気出せば何にでも S つけれるって知ったの。本当に。いや、例えばピーポーにだって S つけれる。はい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 、はい。本当びっくりした。ちょっと全然話が変わっちゃったけどさ、おうおうおう、一瞬だけ解説すると、ピーポーってもともと複数形なんで、そもそも S がつかないんですけど、人々という意味ね、うん。そうなんですよ。ピーポーズっていう英語はあります。
それってでもごめん、それってさ、人々たちの群れがいくつかあるって意味じゃなくて、そういうこと。ああ、そうですね。そう。だからそういうことを言い出すと、例えばアース、エースだって S つけれるし、この人は地球が複数個あると考えてますとかさ、ユニバースだって、ユニバースだって S がついて、この人は宇宙が何個かあるって思ってますみたいな。そんなこと言ったら何でも S つくじゃないかと思って、でまあ実際そうですっていう。そうだよね。だからあれか、それもあんまりだから語学本で掘り下げすぎると膨大になりすぎて、うん、そう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 、キリがなくなるからっていうのもあるんだろうね。そう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 、そう、ね、そう思います。確かにね。すみません、ちょっと話が。あ、いい。そう。で一方で語学と違ってこちらはそのとある概念の考え方を一個一個こう。そうだね、そうだね。掘り下げて、しかも単語と違ってこう2万個を覚える必要があるとかそういう話じゃないからさ。うんうんうん、確かに。いやーこれ。なんちゅう本ですかこれ。え、すごいよね。はい。なんでみんなが読むのかも不思議なんだよね。あ、そうそうそう。私はそれが不思議だった。なんでこれがベストセラーになってるのか。まあだから なんでこれみんな読んで何しようとしてるんだろうと思って。いやそれってさ、ごめん、なんかさ、全然違う話かもしれないけど、めちゃくちゃマーケティングとか売り方がクソうまかったってことなのかね。うん、それもある。タイトルも興味深いもんね。そうだよね。だってユングとフロイトと比べたらアドラーってそんなに知名度だけで言うとない人だよね。少なくとも日本はそうだよね。ねえ、あ、そう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 、そう、なんかそう世界だと有名って言ってたけど確認してないから。そう、私も聞いて回ったことないからよくわかんないけど。そうで、その一人の話をここまでね、うん、いやー不思議な本だ。よほど関心が高いんだろう。ちなみにあのでもカレッジのコーチ の、 あの、はい、課題図書ではあります。あ、課題図書なんてあるんですね。うん、あの最初に絶対読んでおいてほしいやつの一つですね。そんなの嘘です。この本は嘘です。でも課題図書でこれ出してさ、そんな風に言われてもさ、そっかってしか言えないよね。ん、どういう意味？課題図書で新しいコーチにこれ読んできてねって言って、うんうん、でそのコーチが読んだ感想がこんなの嘘ですって言って、うん、言ってきても、なんかこっちとしてはさ、なんかそっかってしか言えないなと思って。そこで出番だよね、鉄人の。どうして鉄人の出番なのかな、どうしてそう思われたね。あ、そういうことね。うわ面白い。何なんだろうこれ。この人に相談したら解決するような気もするし、解決しないような気もするし、なんか不思議だ。ゆきさん解決しない気がするよ。それこそもう一回怒鳴り込みに行くと思う。その時はそうよ、分かったって言って帰って、めっちゃその後、あ、そうそう、その後またなんか、うん、うまくいかなかったぞって言って。いやー、だから岸見先生、私を相手にするとやりがいがあるかもしれない。で、岸見先生は私に興味なんかないから。そんなことないし、ね、説得に値しない。でもね、そう、人生の中の大きな本が、うん、嫌われる勇気と、あとはあれだ、うん、人を動かす、うん、デール・カーネギーですね、うん、あの辺は大きい。デール・カーネギーの人を動かすも紹介、二郎さんからいただこうかな、じゃあ。まあなんかちょっと名著すぎて恐れ多いみたいなところもあるけどね。あと恥ずかしい。ああ、恥ずかしい。うん、好きな、僕映画大好きなんですよって言って、うん、え、何が一番良かったんですかって言って、タイタニックみたいな。お前本当映画好きなのかよみたいな。そういう恥ずかしさがある。なんかちょっと鉄人とは違う感じがするな。恥ずかしい。だから人間界で他人の評価を本当に気にしなく生きれるって結構すごいよね。不思議な話だ。のが私の浅い考察。不思議な話だ。いやこれは不思議な話だ。というところで、次回ちょっとこれを掘り下げるか、幸福になる勇気か、どっちかいきましょう。え、違うやつ、ちょっと待って、次回いけるか分かんないからさ。ああ、どっか次次回か、次次次次次回かね。そんな言葉あるか分かんないけど、次、はい、N、はい。じゃあ、今日は以上でありがとうございました。はい、お疲れ様です。